用意はいいか、キリュウ。まだなら早く済ませちまえ。俺たちで渋沢を止めるんだ。もういいのか、キリュウ。この町でやり残したことはねえんだな。ああ、大丈夫だ。シバルまでやってくれ、ニシキ。日教連は船をアジトにしてる。分かった。 忘れちまったのか、俺らのことは。あんまり偉そうに街歩いてっと、またボコボコにしまうぞ。俺らに会ったらちゃんと頭下げてけよ。ま、 とりあえず挨拶代わりに財布置いてけや、兄ちゃん。なんだよ、ぶるっちまって声も出ねえか。ごめんなさい、すいません。 チンピラ相手に何やってんだよ、マジマちゃん。お前に遊んでる暇なんかあったかよ。女は見つかったか。遊んどるわけやない。俺には これから行かなあかんとこがあるんや。へえ、どこ行くんだ。堂島組。堂島組？おい、どういうことだ。女は堂島組にいるのか。牧村誠は堂島組の殺し屋に撃たれた。何？島野の親父に言うとけや。 殻の一つ棒はもう誰のもんでもない。闇に葬られたんや。おい、どうなってんだ、マジマ。はっきりしろ。女は死んだろうが。手離せや。俺はもう誰の命令も聞かん。お前、あの子のことはもうほっといたれ。 これ以上手出すんやったら島野の親父野郎が殺すで。俺は。お前まさか堂島組に行くって。堂島をやる気か、たった一人で。 女一人のために狂っちまったな、マジマちゃん。 狂犬みてえな顔してるぜ。やっと檻から飛び出したな。誰だ？おい、なんだてめえは。
Makoto から電話預かってきた。おせっかいな殺し屋じゃ。親父、世良の野郎はまだ船に戻ってません。どうします？構わねえ、始めろ。へい。なんだありゃ。奴ら堂島組だ。完全に日教連を皆殺しにする気だぜ。俺らだけでいけんのか。やっと来たか。渋沢、渋沢！お前らの相手はこっちだ、キリュウ。てめえら。日教連だ！こっちも始めようぜ、キリュウ！なんだ？こいつら。柏木さん、風間組か。キリュウ、錦山、お前らは船だ。渋沢を追え。不当の連中は風間組が引き受けた。キリュウ、行こうぜ。うん。
後ろからも来やがった。柏木さんは何やってんだ。キリュウ、俺がここで連中を食い止める。お前、一人で先に行け。ニシキ、心配すんな。俺は大丈夫だ。お前は誠を守ってやってくれ。急がねえと渋沢に殺されちまうぞ。だが、いいから行け。あいつを止めねえと風間の親父さんにも死んだ立花にも顔向けできねえだろう。渋沢をぶちのめすのはやっぱりおめえの役目だよ。だから必ずあいつを止めろ。分かった。俺が銃を撃ち始めたら先に走れ。いいか、俺が追いつくまでに渋沢と片付けとけよ。よし、行け。来いよ。
撃にする。おら覚悟しろ。止まらへんぞ。こいつやべえぞ。いいからしまってる。いい加減にしとけよこのガキ。お前ら下っ端の首は風に入らんねえ。さっさとどかんかい、ボケが。
さっさと諦めろ。隠しろ。